どうも、ボビーアトレザーのボビーです。えー、今日はですね、えー、何月、えー、10, 月 <laughs> 10月26日月曜日ですね、えーえーえー、第55回目の,おの放送をですね、始めたいと思います。それではオープニングムービーをご覧ください。どうぞ。 えー、ボビーア・アトレザーのボビーです。えっ、ー、とですね、えー、今日は、えー、あ、大阪の <laughs>、いつもあれ、大阪のですね、えー、ボビーア・アトレザーのアトリエからですね、えー、ライブ配信でお届けしております。ね、えー、今日はね、55回目ですよ、ね、五五ですよ、ね、えー、1週間の始まりでですね、うん。で、まあ、あ、昨日はですね、えー、久しぶりかな、 万博公園に、えー、昼、ねえー、行ってま,いりましたで、まあ、ここからあここはまあ下新城というところなんですけどもここからですね電車で一、えー、回乗り換えするんかな山田っていう駅ででまあ一駅乗って、まあ、万博公園があるんですけどもあの非常にこう、まあ、まあ行きやすい場所なんですけどね、うん、あのそこはですね、えー、非常に、えー、大きくねパワーをもらいますね。 なんかこう忘れかけてるようなですね、えー。いろんなこう思いっていうか、鳥のさえずりも普段聞くこともないし、うん、やっぱりこうたあの何で浴びる風とかあ日差しとかね、普段ほんまに日差しを浴びる生活じゃないのでですね。うん、でまあ。 えー、まあ年に何回かこう近くなんでね、えー、季節の変わり目ぐらいにですね、えー、行くんですけどもちょうどあのー、コスモスとかもね咲いてたりするしと思ってでまあ,あ僕もその花とかねそういうのは何も興味なかったんですけどね、まあ、まあ僕のパートナーもね、えー、がその花とか,のなんかそういうのは結構好きなんで,でまあボビーアとレーザーでもね、えー、そういうあのレーザーのねこういう。う アイテムはですね、えー、手作りですねもう,こう、まあ、創業当時ぐらいからねこう手作りでこう作ってるわけですよ、うん、見えますねこれもおレザーフラワーっていうか、ねうん、で、まあ、レザーローズとしてですね、えー、いろんな方がね、えーまあ、男女問わずね、えー、いろんな、えー、業態の方というか <laughs> まあ僕ももちろんあのなんかちょっと 使ったりしますけどね。で、えー、楽しんでもらってますね。うん、でまあ,あそんな中ですね、えー、そのいつも言てですね。えーえー、っとですね今日写真もこんな感じでね。えー、お約お約束なんですけどね。えー、いつもあのこういう感じであの写真を必ず以前パチッとるんですね。まあこうちょうど。おー カメラもですね、調したりもあったもっのと、うん、でまあこの今撮影してるフジフィルムですね、えー、XH1 ねあのボディ内テーブル補正がついてるんでですね、えー、それをちょっと一度たちゃんと確かめたいなと思って <laughs> まあそれもあ,のあったりやっぱりこの太陽の動をですね、えー、拝むというかね、うん この存在感っていうかあ、ね、こ今年50周年ですからね万博のねそれで、えー、やっぱこう仰ぎ見るとですねなんかこうインスピレーションというかパワーをね、えー、もらいますね、うん、でですねでまあ,あのこんな感じで、えー、注意をですね もう何回写真撮ってるかないぐらい別にね何撮らんでもまあいつものことないと思うけどやっぱりこう撮るたびにですねあの面白いですねなんかこう表情が違って見るとか時間帯によってもねえ日差しがの時間帯とかであの太陽の具合とかでね季節によってですねえなんかこう醸し出してるものがチャンスねうねそれを感じますね。で えー、あと僕が個人的に好きなのはこの後ろ姿ですね、うん、あの過去の太陽ね言うんかなこれ名前が、うん、でこれねあのこれが、まあ、今の真ん中のお腹のとこがねあの現在の顔でしたっけで、えー、この,、ね、あの袋の顔みたいなの金色のねこれが未来を表してる感じですね、うん やっぱこれはすごい芸術やなと思ってねあの僕もそのなんかこう触れるたびにですねなんかこうパワーをもらいますね必ず拝みますねうんでまあ昨日、まあ、そんな感じですねえー、あのー、現地からですねこうちょっとまあ着いた時にすぐにこうまあ昼ぐらいやったんでえー このスマホでですね、えー、ちょっと撮ってたわけですよそしたらですね、えー、偶然にもですね、えー、ご覧いただいてたあの僕、まあ、あのすごい尊敬してる方なんですけどね、えー、白井さんっていってね、あのー、万博博士かな、うん、最近やっぱあの万博が50周年ということですねあの、まあ、20 2025年ね、えー、万博あるでしょ大阪万博が、まあ、それでまあやっぱこう盛り上がってるわけじゃないですか。 であの何、ー、て言うのな最近こう引っ張りだこの平井さんがですね <laughs> 僕も一度お,お会いしたことあるくらい、ね、あのそれ以来だったんですけどもでこいあのぶ見つけてくださいましよね「<laughs> あのおお!」ってで、えー、ちょっとね昨日はあのー、動画でですね、えー、し出演っていうか <laughs> 初めて言っちゃうかなこういつもこう一人でこう喋ってるけどお、ねえー、誰かとこう。 おっと集うっていうか <laughs> あの、うん、最近はあのテレビに、ね、出たり芸人さんと、ねえー、絡んだりする機会もあったりするし、うん、すごいなあと思いながら、うんまあ、尊敬してる方のお一人でもありますね。はい、でですね、えー、まあそういう馬場ババ公演に、ね、あの行ったらですね、まあまあ カメラを持って行く機会にもなるしまあまあ普段はまああは作品をレーザー作品をねあの撮りだめたりするんですけどそれ以外にですね、えー、なんかいろいろこう建物とかも僕はほんま撮るのをす,すごい好きででまあたまにはこうレンズによってですね、えー、植物を撮ってみたいなとかね、うん、なんかそういう感じもありますしね。でやっぱりこう お水のせせらぎとかをねなかなか聞く機会がないんでねい,いっぺんにこうね、まああのー、味わえるというかもう、まあ、久しぶりに行ったんでねのこの間行った感じがするけどやっぱりこう意外に、えー、結構あ飽きましてね。でまあ それを見て白井さんがあの誘ってくれてね、えー、それでですね昨日はまたあサプライズな経験をしたんですね、えー、経験をしたんで,ですね、えー、ここでですねちらっとお披露目っていうか、うん、どんなことねどんなことしていたかだっていたのねこれですよこれあのー、これね全自動え全自動運転 全自動運転いうかな、これ、あの、かえらしいんですよね。で、これをですね、えー、なんですか、運転席のない車なんですよね、うん。自動制御っていうかね、多分これ、あの、この,この将来っていうか、次の、まあ20、2025年の万博の頃やったら、多分この通信のね、5G やらないやかんやこう、いろいろこう、まだこう、変わっていってるじゃないですか。で50年前のねその 人類となんか心配ョ人はかなかなかあのそのね、えー、万国博覧会と比べたらですねそっからあ50年後今こうやって僕ら生きてこういうねあの仕事場からですねこういうふうに配信をできる世の中にはなってきてるでしょでもほんでまあそんな感じで次の50年後っていうのはきっとこういう車がね 週にななっってるんかなと思ったりそういうもう僕の50年後で100歳超えてますんでねあうこういうのお世話になるかもしれないけど <laughs> でまあえこれねまあ乗れる機会がですねえありましてですねえ幸いにもねほんでもうそういうねこの車をですねえ乗ってみましたでですね えー、こ,んな感じこれあれですよこのあのー、運転は自動なんですけど運転席がないんですねでもあるとしたらこれこのゲームのコントローラーみたいなねこれがをですね何、えー、かの時に使うらしいんですよねどうもねまあ添乗員の方はあいましたけどねあの昨日はです、ね、試験運転みたいなのねこ,れこういう,う,うフェアがあったんでね「うん、ね万博オートライドガイド」ガイドって,ってね でこれあのガイドの,のしてくれる方ですね、えー、これですよ「あやちゃんでしたね」うん、このアニメのようなね、うん、こうクイズを出してくれたりとかいろいろこう,もこういろいろこうなんていうの質問とか投げかけたりとかいろいろしてくるんですね。で何がびっくりかしたか言ったらこう。 なんか録音したテープが流れてるんじゃなしに、えー、リアルタイムでですね会話ができるんですね。うん、でまあもう何をもうびっくりしたか言ったらこうこういろいろこうクイズを出してくれたりとかちゃんと僕らが「はい」で手上げたりとか、ね、するでしょそれをですね、えー、見てくれてるんですね。まあ、この天井に、えー、すごいいっぱいセンサーとかあってねほんで、まあ、あとこの画面のお奥の、えー、右側かな。 これのなんかが縦型のモニターがあるでしょこれがですね、えー、この,その乗ってる車をですねモニ,タモニタリングっていうかあしてるんですねこのコースをこう読んでですねいろんなセンサーがあるんでしょうね、うん、でこうコースを読みながらこう動いてるわけですようん、まあこ十五分ぐらいの旅でしたね、うん なんかこう誰も運転してないのにこう動いてるのが <laughs> ねあの電車とかレールの上とかでなんか分かるんですけどあの通常の, <laughs> あのてう人も歩いてるところですねこうゆっくり運転してですねでまあ,あの時折ちゃんとブレーキも自動でかかるしね、うん、でこうそんな中なでクイズをですね楽しみながらですね、うん、あの このあやちゃんがですね、えー、いろいろこう解説してくれたりするわけですよで、あのー、終わりかけの頃にはねすっかりこのあやちゃんのファンになってますねみんなねですぐ近くで例えばまあこれを AI なのかなんかわからないですけどでこの中継をしてたのがですね、えー、梅田の方のなんかその基地があったんでしょうねそっからですって聞いた時にええー、ってなって。<laughs> すごい世の中やなと思ってね、うん、いろんなた,たくさんのモニターとかを見ながらですねまあまあ今はあれですけど、まあ、5G とか、ね、次世代になったらもっとあのキビキビとなるやろうな思いながらねすごくこう未来を感じましたね、うん、とっても未来を感じる、うん、そんな体験ですねこれは車内からですね、えー、こう体温とかちらっと見えたところですね,、はい、ねなんか あの今後こういうね世界があににまあもうなるでしょうねもうこうこ実体験をこうね、うん、この2020年のこの地点でねなんかこう味わわしてもらってでまああのこれがもうほんまにねもう1年たち2年たちしたら大ねこのこ iPhone でさえ10年ぐらいなるんやろうねこれねそれがあのなんていうの。 こういう配信できてるのもそうやしね多分こう数年ぐらいになったらもっとこうこういう,あのこう見ていただいてる方とのそのなんていうの物理的な距離感みたいなのがすごく身近に、ね、感じていただけるような感じあのこ心根がねなるような気もしますしね、うん、なんかそういう感じで、えー、まあそんな中で僕らがこうやってるレザーアートね レレザークラフトレザーーラフフトァッションそれはどういう形でですねあのお届けできるんかなとも思いますし、うん、あのそういうか変わる中でも変わらないものってあるじゃないですか,なんか変わらないあの進化し続けるベーシックっていうかね、うん、そういうものがですね非常に、えー、なんかこれからどんどんこうこれなんか未来を考えるとワクワクしますねあのテンション上がりますねでそういうなんかこう刺激をもらえるような時間をね昨日は。 えー、過ごさせてもらいいましたねはい、なんかあいつも同じような繰り返しなのかなという風にも思うかもしれませんけど、あのー、やっぱりこう一日一日こう進化をしてるんですね自分僕もなんかそれを感じましたねあ僕もその一日一日1日,、えー、日々進化してるんやなって同じ繰り返しかなと思ってですねけどなんかそうかな思ってあ ありがとうございますなんかいろいろんか見ていただいてる方もいてるみたいですね。えー。あコメントもありがとうございます。えー。英美さんね。えー。話し合いってしてくれるのがいいですね。愛ちゃんの愛ちゃん。AI, AI, AI ちゃんってですね。どうなんでしょうね。あのそういうのは僕もちょっと質問しそびれましたね。うん、ねえ。あのー、非常になんかこ,こ,れ,これが。 なんかそういう,うバーチャルなあ感じのねなん,かなんか出てるんでしょうねバーチャルがこうリアリティがすごいあるバーチャルのものが出るんでしょうねあの子供なだましな感じはなしにね。うん、でだ感情輸入はしますね、うん、こうなんか思いましたよこう車のねあう中で昔僕はあの小松崎茂さんなんか当時の SF の、えー、プラモデルの箱のような感じの。 ロボットとかいっぱい書いてるようなねあの図鑑がよく子どもの頃見てたんですよね。その中にこうチューブの中をこう走る車とかね、うん、いろんなこう夢のロマンを感じるうものがあってねその時はコンピューターもものすごくでかい感じであったと思うんですけどね、うん、多分小松崎ひろさんやんとか名前がちょっとね、まあ、パッとね言われてもあんですけどそういう時代のね、えー、時代が来たんかなと思ったりね、うん、しましたね。うん なんかあのかね、デザインはいろいろ僕はちっちゃい頃やからもう40年以上かなそ,のそれもその本も、あのー、昔に書かれているもんやからもう半世紀以上経ってますよ、ね、<laughs> なんかその中の絵の状態がこうなって50年後ここから僕らが今描いてるいろんなスケージュールいろんなものがプランねみんながこう体験してるもんが 将来的にどんな感じになるんやろうと思ったりねなんかワクワクしますねうんねはいあ宮城さんありがとうございますこんにちは、うんえー、いや今田さんが家族のように AI と話して、AA、いるのにびっくりしましたなるほどね、うんあっヒさんあ確かにやっと未来来ましたねそうですねあの長、ー、生きしたくなりましたね <laughs> 本当にうんあのまあ 僕の中ではクラシカルなもんはその中でもクラシカルなもんも好きやし何、うん、ていうのこういうカメラとかでもねん,なんか履、はいはいてくっちゃ履いてくないけど21世紀の、ね、カメラでもこう,こういうあのフィルムカメラでもカメラって感じのねとかね、うん、使ってるやり方もまあオートフォーカスも使うけどマニュアルも <laughs> 普通に使ってるしね。うん まあ、そんな感じで、ね、なんかこうそういう中でどういう共存がね僕らできるんかなと思ったし僕もこうレーザーに携わっててね,ねけど、まあ、いろんな、まあ、デザインもしながらですね無理にサイバーなものを出そうかないうはないんですけどその中でそう僕もちょうど50年前の,そのロックカルチャーのねあの衣装とかのあの レザーのね、えー、ノースビーとかイーウエストとかその辺の時代のですねに、えー、レザーファッションに影響を受けてですね、えー、それを今僕なりにこう。 表現してね、えー、やり方は同じ野暮な感じですけどもねアナログのそれで洗練、えー、されたものを作っていきたいなっていう,、うん、いうのがあるしそれをみんな,、えー、みんなに、えー、楽しんでもらいたいな意味があるしねあの身につけてこう育ててもらうっていうかねそういう未来をですね、えー、こう育ててもらえるっていうかね羽織って、えー、身につけてね、うん、なんかこう,こういうのを身につけてもらってね、うん、そういう感じですね。うんうん、あ SF あ北森夫さんああ北森さんもそうですね僕はあの見てるのはこの画家の方なんですよお SF の、ね、怪獣図鑑みたいな絵を描いてる方だったんですよねうんあるみさんあれです人の感,感性に沿うものってそそ変わらないですねいやほんそう思いますねあの,あのそれがやっぱりあのー、なんかあれじゃないですか,こうなんかこう なんかこうなんか内在しているものっていうか、うん、そういう感覚ってすごい大事にしたいなと思うんですね。その未来の,そのハイテクなこともそうですしあのなんていうかなんかこう懐かしみを感じるというかな和み、うん、それを感じるようなホッとするような形というかあの色というかなんかわびさびというか、まあ、僕らがあ日本で生まれ育っている四季をね感じるところで、えーね、こう生活してるんで。 なおさらありますよねわびさびとか、うん、僕も仕事はねこうデザインはこうこういうレーザーファッションですけどもやっぱりこのわびさびとかあ,、ね、あとそれとなんかこうなんていうのな枠からはみ出るようなね布団のあだようなね、うん、そういう感性とかいろんなものを、まあ、日々吸収しながらですね、えー、やってるあのこう取り入れて自分なりにこう咀嚼して。<laughs> あの出力するっていうかね、うん、それをもう年間こう,こういう循環をね、えー、もうほ,ほとんどもう僕なんか物心ついてるからそのことばっかりやってるからね <laughs>、うん、ななんんかそんな感じです、ねはいね、まあ,あ今日はねそういう感じでですね、えー、なんかこう万博公演がねインスピレーションを僕はいつももらえる場所があってあとまあ今日最近は京都かな京都もそうですし。 うんあのー、古いお寺を訪ねて,てもねあの、あのー、なんか放ってるものってあるんか放ってるものというかね、あのー、それを感じるっていうか、うん、そこの前,前まではねそういうのはなんそこまで感じなかったんですけど年齢っていうのも多分あるかなと思いますけどね、うんまあ、ふ古いものが好きとかいうわけでもないんやけど、うん、そこにすごく斬新さとかあ新しさをですねあ、えー、のる 感じるっていうかね、うん、なんかそんな感じでね、えー、もしねあれですけどあのなんかねこう冬動画見てね万博公へ行ってみようかなと、ね、思う方とかねあのすごいですからねあのもう到底一日では回れませんけどね <laughs>、うん、だけどまあもう何回行っても今日はこっちの方エリアで、えー、行こうかなとかいう感じで今日はここを訪ねてみようかなとかね、うん、あともう行と 世界ってもう,もうクラクラってきたのがあの民伯民泊って言ってるけどね民族博物館やかなあ,のあまりの展示のお <laughs> さですねあの夢に出てきそうになりますね <laughs> あれはあの行ってみてくださいねあの、うん、全てすごいですよ <laughs> 世界の <laughs> 生活というかカルチャーがですね現物がめっちゃあるんですねもう、うん なんかそこ行ってもなんかこういろんなあの色とか色彩とかあいろんなあ刺激を受けましたね。うん、でやっぱ岡本太郎さんのね体温とのおなんてうのインパクトはあもう半端ないですしね、うん、なんかこういろんなものを吸収する一日でしたね。たたまににはあそういうふうい今まあちょうど、ね、出かけたり、えー 行楽っていうかね、まあ、まあ行楽っちゃ行楽やけどそういうふうなのでね、えー、出かけるのが一番ちょうどいいじゃないですか、うん、ちょっと肌寒いんやけどちょっと上着羽織ったりとか僕なんかもあの、まあ、パーカー出ることもあるけど、まあ、街に出るときは大体、えー、革ジャンかな革ジャンっていうか、まあ、レザージャケットですよ、まあ、あのボピアとレザーのね、うん、それを羽織ってあの下は薄着でも全然いいんで、うん、そういう感じでですね、えー、使い分けたりとかね。うん まあ、あとそれとね、もう長いことこうライブも行ってないんで、コンサートも行きたいですね。うんまあ、そんな感じで、えーね、今週も1週間ね、いろいろ過ごしやすいじ季節のね過ごしやすいんですね。うん、あの芸術の秋に触れてみてください。それではね素敵な1週間をお過ごしください。ボミでししたまたまま会いましょうじゃあねバイ